新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに始まった世界的な海上コンテナ輸送の混乱とコンテナ市況の歴史的なことがあったと。物流の目詰まりによって世界的サプライチェーンは大きく揺れたんだけれども、2022年後半にかけてその混乱も収束しつつあるんですね。そして2023年以降のコンテナ輸送を取り巻く環境がどのように影響しているのか、世界的なサプライチェーン混乱の象徴だったアメリカ西海岸のロサンゼルスロングビーチ港口のコンテナの置き待ちもですね、2021年末の100隻前後をピークにして、2022年11月にはついに0隻になってですね、混乱は完全に解消したんですね。3年を経てようやく正常化に至ることになったと。北米生産向けなどは12月9日時点で40フィートコンテナあたり1430ドルの運賃と、こちらは完全にコロナ禍前の水準になってですね、運賃がコンテナ市況の高騰を支えていた物流混乱と巣ごもり需要の2大要素がすっかりと剥落してしまったと。さらに世界的なインフレ懸念とこれまでの需要先食いによる過剰在庫もあって、需給バランスの軟化しばらく続く見通しだということなんですよね。それで2023年以降のコンテナ船舶の供給量はどうかというと、で2023年末、今年末の船舶供給量の予測は対前年度比で、4.5% 増と予測するんですね。前年に比べて、まあ、伸び率は上回るんだけれども、それでも2022年の後期の遅れの挽回が難しいことなども考慮してですね、竣工量252隻173万2000 TEU としてるんですね。それでは規制効果はどうでしょうか。供給潜伏量が増加する一方で、ウクライナ危機とか世界的なインフレもあって景気後退が確実視される中で、入動きも期待できず、コンテナ市況の環境としては悪条件が揃っているんですね。ただし2023年1月からスタートする環境規制、EEXI 規制とですね、 CII 規制というのがあるんですけども、これがどの程度影響するのかに、変わってくると。2023年はこれまで以上に先行き不透明感が強くなる中、広い意味で環境ファクターがコンテナ輸送動向を大きく左右する可能性が高くなりそうだと。